私が注意しているのは、このように腰から体を曲げることで、ビデオを見ると多くの人が背中を丸めています。またリラックスして構えましょう。体を動かしやすくなりますからね。次にお尻の線がかかとからどれくらい離れているか確認しましょう。お尻からクラブを下ろしてみると、かかととクラブの間に 12-3cm スペースがあるのが分かります。これによっていいバランスで立てます。足の真ん中でバランスを取る感じで、つま先でもかかとでもありません。次はアドレスでの最後のポイントです。先ほど触れた体の線で、つま先、膝、腰、肩の線をすべて平行にします。4つの線が平行になれば、後ろから私の左足が少し見えているはずです。また、左前腕の上の部分も少し見えます。右肩が前に出ると、左前腕が右前腕の下に見えてきます。それはこのように肩が開いているからで、それによって腰と膝も少し開きます。今日お話しした線を引くことでアドレスを確認することができます。スイング分析する上で知ってほしい重要な点は、ほとんどの誤りはクラブが動く前にすでに起こっているということです。今日構えを見ながら引いた線はとても重要です。どれ一つとして妥協することはできません。そして右肩が左肩よりも低い正しい構えになれるようにしてください。構えた時、今回指摘したポイントが全て完璧にできるように頑張ってください。いいですか？完璧にですよ。